皆さん、こんにちは。マルキューインストラクターの森です。新型コロナウイルスの影響によりましてですね、ステイホーム、釣りに行けず我慢をされている方、たくさんいらっしゃると思います。私もそのうちの一人なんですけれども、このステイホームという時間を利用しましてですね、マルキューの新製品の商品のご紹介をさせていただきたいと思います。私がすでに着用してます。こちらですね。マルキューのハイエンドジップアップシャツでございます。実はですね、このシャツ、今年2月開催の、フィッシングショー大阪でですね、私密かに注目をしておりました。早く手に入れたいなと思った商品なんですけれども、非常にね、優れた性能を持ち合わせた、ハイエンドジップアップシャツなんですね。磯釣りなんかでも結構そのトーナメントとか予選会とかね、こういうトーナメントシャツを着られてる方って数多く見かけますし、私もよく着用してますけれども、このハイエンドジップアップシャツはですね、非常に優れた性能がございまして、ちょっと私なりにご紹介をさせていただければなというふうに思うんですけれども、ちょっとね、カメラではね、見にくいかもわかりませんけどね、このシャツの裏側に、特徴がございましてですね、細かな凹凸になっているんですね。で、この凹凸の肌に触れるところが撥水加工がなされておりまして、肌に当たらないところで吸水速乾をさせるという、そちらを両立させた機能、アクアホール加工というね、素材を用いたシャツなんでございます。ということはですね、この肌に当たる部分が、撥水加工されてるっていうことは、一日中サラサラと汗ばむことなく快適に釣りを行うことができますし、また逆にですね、そのかいた汗をですね、肌に当たらない部分の場所で吸水速乾をさせですね、いつまでもサラサラとした状態で釣りを続けることができるというわけなんですね。まあ同時に、例えば雨が降りまして、まあ、このシャツが濡れてしまったっていう場合もですね、その肌に触れる場所が撥水加工がされておりますので、まあ、冷えて、体温を低下させることもございませんし、またその濡れたものを、吸水速乾させることでですね、いち早くシャツを乾かして、濡れてない状態のまま、釣りを続けることができる状態へと持っていってくれるという、非常にね、優れもののシャツでございます。このね、今シーズン、またこのね、夏以降、秋からもですね、こういうジップアップシャツを着られて磯釣りに出かけられる方大勢いらっしゃると思いますのでね、まもなく新発売となりますので、このマルキューのハイエンドジップアップシャツ、ぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。